2日目最終7レス準決勝3つ目スタートですまずは1番福岡志原正文選手から先頭に追いかけます2番の小川達也4番地元瀬戸新作広島6番中石雅義3番の山崎悟7番成郷健次郎現在5番の吉田元樹が7番手です4番の瀬戸 六番の中井氏が三番手、四番手からそれぞれ外上がっていきます。七番の成清健次郎が小川の番手。六七番手後ろ攻めが吉田山崎関東勢。前段の西勢も瀬戸、石原、中井氏で並びが出来上がりました。三対二対二の対列です。周回は残り三周です。 即戦同様連携です4番の瀬戸1番支原のコンビニ今日は広島6番の中石正義が西で結束となります4番手から2番の静岡小川達也予選1です。先行して2着粘る競争番手は7番の成木を健次郎です予選は早川マーク切り替え4番手からの追い込み3着です茨城勢後ろ攻めです 予選は突っ張敗先行2着粘った5番の吉田番手3番山崎は予選岡田マークからゴール前を追い込んで6レース勝っています茨城勢が動いてきて南関東勢の横通過赤番標識を迎えます外から吉田が瀬戸を抑えに行きます先頭に離れた4番の瀬戸が下げるか西勢が中断で3者下げて げ6、7番手、2番の小川、7番成城南関東勢は6、7番手、様子を見る打賞です、5番の吉田が先攻、4番の瀬戸が3番手、2番の小川が6番手、踏み込もうとせるが、4番瀬戸が車間分けて警戒しています、外、外、2番の小川が踏み込んでいく、7番の成城連結離れた、合わせてホーム3番手から4番瀬戸が捉らえに行く、茨城勢を4番の瀬戸がまくり返して、1番、支原、5番の吉田が飛びついたか、1番の支原しぎるか、塩るが2番手、3番手、内が5番。 番番番外1番6番も1番が外も支がで白いだ今度は5番の吉田は6番中と3番低層4番でも3番7番低層で直線に戻ってくる4番瀬戸のまくりかし1番の支原が積み寄りますが振り切って4番1番6番西でワンツースリーです審判の決定をお待ちください 吉田元貴、山崎悟、茨城勢の先行ジャンヨコーナー、六番手から二番小川が仕掛け。これにホーム三番手、四番の瀬戸が合わせ切りました。茨城勢が二番手、三番で打ち、粘るシーンもありましたが。番手、志原3番手中石原、三番で中井、各々、卒練しのいで、ラインでワンツースリーを完成です。瀬戸新作、石原正文、中井氏、正義、四番、一番、六番の入着順。どうぞ、決定アナウンスをお待ちください。